アキラッチのスカッと皇室、他人の金にだけうるさい篠原、アキコ様とノブコ様の真相、キコ様皇后計画が今は、愛子天皇トレンドで被災と様は、はいどうもイカッチです。篠原さんがね、以前に明子様がお宅を購入したけども白足袋族のお金が入ってるんじゃないかってことで配信していて、いきなりね明子様が購入した陶器を墓箇所をね入れながら紹介してましたね。京都市内のマンションを購入したようですね。 71.31 平米の広さで平成30年に新築で購入しているようですね。キャッシュで購入したようですね。まあ相場をね調べてみたら4000万から5000万だったようですね。他の宮家は購入してない感じだけども、明子様は35歳ぐらいの時に購入したわけですね。まあこれについてはね、別にこの35歳で5000万のマンションを購入していてもおかしくないんじゃないですかね。明子様は普通のね、サラリーマンじゃなくて、いろんな大学の客員教授や特別教授とかをしてますよね。まあこんな感じでね、いろいろとまあ特別教授や客員教授とかね、いろいろとまあ掛け持ちしてますからね。まあ複数の収入源がありますよね。まあこの辺がまあ収入はねいくらか分からないですけども、本の収入とかで印税とかもありますからね。なんか最近はね、赤と青のガウンに関しては発売から2ヶ月足らずで10万部売れてるようですね。まあこれはねイギリスの留学体験を書いた本ですね。大体まあ本のね印税に関しては 10% ぐらいが相場みたいですね。だからまあ1200円の本で10万部だから、印税だけでね1200万ほど収入があるようですね。まあ印税はね何パーか分からないですけどね。まあ、他にもね、まあ、こんな感じでね何冊か本を出してますよね。だからまあ35歳で5000万のマンションをキャッシュで購入に関しては、まあ、そこまでねおかしくないし、セキュリティのことを考えると京都で活動するんだったら、まあ、国柄してもね問題ないと思いますけどね。セキュリティのあるマンションだったら警備の必要もなくなるんで警備費用が浮きますからね。なんかこの辺にね一山本ばかり考えてる感じがしますよね。赤坂のお家から信子様を追い出して、皇族費から信子様に月10万しか渡しないと言ってましたね。まあこれに関してはね、実際まあそういう形で週刊朝日でも報じられてました。皇族費がね1525万円支給されてますけども、まあ、月ね10万ぐらいしか信子様は受け取ってないということで訴えて、日常の費用に関しては三笠宮東邸に請求してるんですね。まあそれでね、荷物は三笠宮東邸にあるんで取りに行きたいけども、仲が悪いから取りに行けないわけですね。まあこれがね2016年7月に明子様が公務で留守にしていて、陽子様もアメリカを訪問中のことがあったようですね。まあその日をね見計らって信子様が荷物を取りに行ったようですね。まあそしてね信子様は入り口で呼び鈴をね鳴らしたけども、誰もね出てこなかったわけですね。まあそれでね目の前で宮邸に電話するけども、職員からは扉はね開けられませんと言われたようです。まあそれでまあ鍵の専門業者と一緒に行って扉を開けてもらって、中に入って3時間ほどかけて荷物を取り出したようですね。まあ結構ねこれはまあその異常な状態というか、言うたら自分のね家ですからね、自分の家に荷物を取りに来てるだけなのにね、職員が開けてくれないわけですね。でまあこの知らせを受けた明子様は呆然とされて、警察にね被害届を出すことも検討したようですね。ただね相手がまあその無理やり鍵を開けて侵入したとはいえね、母親ですからね、信子様も私物を送ってもらうことを拒否されたから、やむを得ず鍵を開けるに至ったと主張しているようですね。まあこの時はね相当仲が悪い感じはしますね。でもまあそのね原因っていうのが、信子様が他の皇族から嫌がらせを受けていたとね、まあ、家族や友人に打ち明けたようですね。まあその言葉をね信じた三笠宮家は他の皇族方から孤立して、ほぼ交流のない生活をしていたようですね。まあ、それでね孤立をしたからか、逆にねどういったまあいじめなのかが分からないって感じで、まあ、不信感抱いたヒゲの殿下が、まあ、周囲にね夫婦間の溝を漏らすようになって、まあ、そこからまあアルコール依存になったのかは分からないですけども、まあ、その辺からねアルコールに走るようになったんでしょうね。まあ、そこからまあ発展してね DV とかなったのかもしれませんけども、ただまあ信子様としたらね、まあ、皇族全てが敵みたいな状態ですよね。まあ本当だとしたらね。でまあこのいじめてたのがもしかすると美智子様なのか、それとも誰なのかね分からないですけども、やっぱまあ一番ね権力がありそうなのはその時は美智子様って感じがしますけどね。信子様は2004年春に更年期障害や胃潰瘍と診断されて、軽井沢にある姉の別荘で静養生活を送って、2006年には宮邸にね戻りますけども、気管支喘息を発症して入退院を繰り返したようですね。それでまあ完全別居がね公になったのは2009年の秋ってことで、まあ、退院したね信子様はそれから宮内庁文庁舎として使われていた旧宮内庁長官公邸で暮らし始めたわけですね。まあ宮邸にね戻るとストレスで喘息が再発する恐れがあるとして、それとまあ主治医のね見解を公表したわけですね。まあ、宮邸に戻るとねストレスで喘息が再発する恐れがあるっていう主治医の見解を公表してるわけですね。
まあ、ちなみにね、もしかすると今なんかねインフリキシマブっていう薬について紀子様じゃないかと言われてますけども、もしかすると信子様の可能性もありそうですね。まあ一応ね論文とかで紹介されてましたけども、まあ、気管支喘息に関しては、まあ、こういう形でね中等症の喘息患者においてインフリキシマブによる治療は肺機能をね優位に改善させることはなかったけども、喘息の増悪っていうんですかね、まあ、増悪をね抑制したということで、もしかするとインフリキシマブは信子様に使われている可能性もありますね。ただまあインフリキシマブをね処方すると副作用として喘息みたいなね症状とかそういったことも書いてあったんで、ちょっとまあこの辺がね矛盾している点もあるんでよくわかんないですけども、ただまあその信子様に関しては喘息の種類としては原因がねストレスから来てるようですね。だからまあストレスから来てるんであればこの薬を使っている可能性はありそうですね。まあこれがねわかんないですけどね。まあちなみにねヒゲの殿下が亡くなる直前にヒゲの殿下はね信子様との離婚を望んで弁護士を通じて話し合いが行われたようですね。ただまあヒゲの殿下がね2012年6月に亡くなったわけですね。まあ離婚の話がされている時に亡くなったって感じで、でまあ遺書の方にはね信子様は親戚降嫁されるといった内容が書かれてたとも言われているようです。まあそれでね葬儀の喪主に関してはヒゲの殿下の意向で明子様が務めて、ヒゲの殿下が亡くなってからも当主が決まらずに消滅して、信子様と明子様と陽子様は三笠宮家に合流したわけですね。信子様が断ったわけじゃなくて、ヒゲの殿下の意向で明子様が喪主をしたってことですね。ヒゲの殿下は智仁親王で三笠宮家の長男ですね。まあ、こんな感じのね家系図ですね。まあ、それでまあ次男がね桂宮様で、三男は高円宮様でしたね。でも長男のヒゲの殿下は宮号がなかったわけですね。まあ、宮号をねもらわなかったわけですね。まあ、宮号がなかったんだけどもヒゲの殿下が当主だったわけですね。でまあ、皇室経済法で当初は皇族費が年間で3050万円支給されます。ただね亡くなったんで当主が不在で消滅して三笠宮家に合流したから、信子様は皇族費が1525万で、明子様と陽子様は640万5千円がね支給されたわけですね。だからまあそれを聞くとね、まあ10万って気持ちもわからなくないですね。本来だったらね消滅してなければあとね1500万が支給されたわけですね。ただね、ヒゲの殿下が亡くなってから誰も当初にならなかったわけですね。まあ、逆に言うとね、毎年まあ年間1500万円損してるわけですね。だからまあ金にね、がめつかったら私が当初で1500万もらうって感じでね、なってるでしょうからね。まあつまりね、本来であれば年間1500万プラスしてもらえたわけですね。まあそれはね、信子様が当初になることを拒否したのか、明子様が当初にね、させることを許さなかったのか、まあこの辺がね、どうなんかわかんないですね。ただね、ここに関して一番ね、悪いのは宮内庁だと思いますけどね。皇室経済法でね1年間当主が決まらなければ消滅とかね、まあそういうのがねあるのか分かんないですけども、年間ね1500万消滅したら、まあそれはね揉める原因とかにはなるし、喪主に関してもヒゲの殿下の遺言で明子様がしたわけですからね。まあ、明子様としたらヒゲの殿下がある中とか離婚しようとした原因は信子様にあって、信子様が他の皇族にいじめられてるとね言っててもその証拠がなかったから家族からも非難されるようになったんかもしれませんね。まあ、ヒゲの殿下がね信子様の言動に本当かと思うようになったのか、同じように明子様も父親の意見に賛同してねますます信子様のストレスになった可能性もありますからね。まあこの辺はね分かんないですね。まあ三笠宮当邸に戻ってもね、信子様としたらヒゲの殿下とのフラッシュバックもあるだろうしね、明子様と陽子様とも関係が悪ければ居づらいですよね。まあこの辺に関してはねやっぱりまあ一番悪いのは宮内庁ですよね。宮内庁が問題解決しようとしなかった結果ここまで関係が悪化したんでしょうね。信子様が自分の家に入ろうとしていても拒否されてるわけですからね。自分の荷物を取りに帰るだけなのにそれすらもねダメってことで、まあ、この明子様の言い分を職員が受け入れて信子様を家に入れなかったわけですね。まあ、本来だったらね今頃まあ離婚していたとかいろいろとねあるんでしょうけどね。ただまあこの問題で明子様ももう少しね信子様の言い分を聞いてあげてもねいいと思いますけども、いろいろとねあるんでしょうね。まあでもね明子様一人だけを悪者にする篠田丈一郎さんもどうかと思いますね。戦争でもねそうですけども、ロシアだけが悪いとかウクライナだけがね悪いとかそういったことはないしね、日本と全く関係ない問題でね揉めてるのに日本はねどちらの味方にもつくべきではないですからね。それをねアメリカの圧力で片方の味方をしてるのが現状ですからね。宮内庁もどちらか片方だけの味方じゃなくて両方の意見を聞いたら、まあそれはね仲が悪くても荷物を取りに帰るぐらいは許可するのが普通ですからね。まあ、こんなね揉め事すら解決できないのは宮内庁がねどちらかの味方をして余計にね関係を悪化させる原因を作っているとすら感じちゃいますね。まあ、ちなみにね明子様は仕事の都合で京都にも滞在してますけども、地元の男性と結婚話がね出たことがあったようですね。
まあ、そうなるとね、皇籍離脱するから、そしたらね、三笠宮家の当主である百合子様の後継が将来的にね、信子様になる可能性があって、まあ、それだけはね、どうしても許せないようですね。まあ、それをね、阻止したいからあえて縁談を前に進めてないようです。ただまあ、髭の殿下がね、亡くなって、1年間は信子様が望めば当主になれたはずなんですけどね。まあ、デイリー新潮ではね、別居での改修費用に関しては5500万円で、そこにね、文句を言ってる記事がありましたけども、本来であればね、信子様が当主になってたら、1500万円が10年間もらえてたわけだから、それがあればね、5500万かけてもお釣りが返ってきますよね。まあ、陽子様とはね、関係が悪いとか、そういった記事がないから、まあ、これがね、陽子様との関係はどうなんでしょうね。まあ、明子様に関してはね、やはりまあ、池の殿下と同じで、一般人と接する機会が多いから、信子様の気持ちには鈍化な部分があるんかもわからないですけどね。ただまあそれをね、うまくまあ調整するのが職員の役目ですけどね。昔はね、髭の殿下と信子様もすごい仲が良さそうな姿が拝見されたようですけども、やはりまあ他の皇族にいじめられているというね、根拠とかを示してなかったんでしょうね。まあこういった問題についてね、すべて明子様が悪いっていうのが篠原丈一郎さんの主張なわけですね。それでね、家族の問題を解決せずに社会活動はおかしいだろうと言ってるわけですね。でまあ順番がね、逆だろうと怒ってました。まあ、ただね、ここまで関係が悪化すると、なかなかね、仲直りも難しいですよね。本来はここまでなる前に、誰かが仲介するなりして、やらなければね、いけなかったんでしょうけども、まあ、皇族っていう特殊な環境ですからね。本来はそういったね、役割を、高円宮様とかができたかもしれませんけども、早くにね、亡くなりましたからね。まあ、それでね、篠原さんは、白足袋族に踊ってられて、好きなことやってると、明子様に文句を言ってたわけですね。ただね、週刊朝日では明子様について自分がね、皇族であることの意味と皇族として何をすべきかを常に考えていると紹介しているわけですね。まあ、この記事をね、紹介している割には明子様を褒めるべき点に関しては見なかったことにして責める内容だけね、信じて攻撃しているわけですね。週刊誌を見て明子様はひどいとね、言ってるわけだから週刊誌が褒めているところも褒めたらいいんですけどね。母親にね、月10万っていうのは本当なのかね、わかんないですけども、まあ本来は年間1500万プラスしてもらえたはずだったわけですね。まあそもそもね、信子様はそんなお金に困ってないだろうし、10万でね、足りない分は請求ってことだから、まあそこはね、明子様と交渉してるんですかね。一番の問題は、髭の殿下がなくなって、1年以内に当主を決めるように、宮内庁が仲介するなりして、できなかったことが一番のね、問題だと思いますけどね。まあ、宮内庁の人間は、たとえね、その人間関係の仲介役として間に入ってね、揉め事をね、解決しても、特別手当が支給されるわけじゃないから、静観するのが一番楽ですからね。担当からね、外されるまでは、喧嘩をね、見守ろうって感じで、そういった環境かもしれませんね。仲直りさせようっていう職員は、残念ながらいないのが現状でしょうね。その環境がね、一番の原因だと思いますけどね。篠原さんは陛下を守るのが仕事なのにと明子様を責めてましたけども、日本美術を広める活動も皇室としての活動の一つだと思いますけどね。そもそも篠原丈一郎さんは最近でこそね、統一教会の世界日報に記事を書いてませんけども、天皇陛下をサタンと言って潰す側にね、いた人ですからね。篠原さんにそんなこと言われてもどうかと感じちゃいますね。まあ、白足袋族が共産党と仲良くして、明子様もね、そこに関わってるから、ただ単に攻撃したいだけだと感じました。陛下を守りたいとね、思ってるんだったら、女性天皇と女系天皇を容認している共産党を攻撃するなよと思いますね。篠原さんは自分のね、都合のいいように解釈しているように思います。まずは家族の問題解決してから社会活動しろと言ってますけども、それをね、言うんだったら、圧力動画の件で国からの圧力があったのかを解決してから他の活動に取り組めとブーメランですからね。社会活動したいんだったら皇籍離脱してからやりなさいと文句を言ってましたけども、今は皇族数の確保で女性皇族をどうするかが議論されています。皇族数を減らそうとする行為は皇室を潰したいのかと思われても仕方がないです。次は次世代の皇位継承者が久様だけです。だから愛子様と佳子様にも皇位継承権をという議論をしなければ危険な段階まで来てます。もし佳子様と愛子様が残って皇位継承者になっても、その後にね、子供が生まれる保証がないわけですね。今はね、安定的な皇位継承の議論をしています。つまり明子様や陽子様や通子様も一代限り、もしもの時のために特例法とかで安定的な皇位継承で乗り切ることも視野に入れなければいけない状況です。それなのに皇籍離脱しろということで、皇族に対して不敬な発言だと思います。本気で皇室の危機について考えてるんですか。明子様を攻撃して皇室から追い出すんじゃなくて、解決方法を考えるべきじゃないですか。ワークショップの活動に関しても、コロナなのにマスクなしで起こってましたけども、国のルールは守ってると思います。みんなで集合写真とかだけノーマスクとかもあるだろうし、イチャモンだと思います。それと明子様が総裁している親友社でオンラインショップをしていて、そこで 27,500 円の茶筒にもね、無理やり買わして儲けてるんちゃうかとか、証拠もなしにイチャモンをつけてました。
お金のことにね、うるさいくせに圧力動画での収支報告はまだですか？自分のお金の管理に関しては報告をしないのに、人には何の問題もないようなお金のことにも厳しいんですね。お金をゲットするために公職離脱をしてないとか、いちゃもんすぎますね。そんな活動が日本の国のためになるのかってことですけども、日本の伝統を発信して悪いんですか？クラウドファンディングも能登半島地震の復興のためにやるようですね。まあこういう形でね、まあこれがまあ6月ぐらいからまあクラウドファンディングねやって、国のためにね頑張ってると思いますけどね。むしろね、明子様の頑張りを篠原さんのチャンネルで紹介してあげるべきじゃないですかね。明子様が総裁の団体に共産党が一人でもいたら応援ができないんですか？まあ、ということでね、篠原さんは共産パニック障害になっているんではないかっていう話題でした。まあ、ちなみにね、デイリー新潮に紀子様のことが書いてましたね。41年ぶりに男性皇族となる悠仁様が生まれて、雅子様は長期療養に入られて男子を産めなくなったから、紀子様にとってはね、将来の天皇の母の座が保障された年となったと、いきなりね意味不明な入り方でしたね。悠仁様は今年成年皇族になりますけども、子育てが転機を迎える紀子様にとってはこの期間はどんなものだったのかということで紹介されてましたね。宮内庁関係者の話として、紀子様は令和になる前からね、天皇ご一家以外の皇族を下に見ていたようですね。まあ、確かにね、以前にまあ記事とかでも雅子様が久しぶりに会合に出席された時に笑顔を見せられてましたけども、紀子様が雅子様の前に来て、私はねご病気ではありませんと言ったようですね。まあ、この頃はね、特に調子乗ってたのかね、美智子様から佳子様の ICU のファッションについても露出が多いからね、控えめにと服装について指摘されると、もう時代が違いますからって感じで返されたようですね。そして悠仁様のね教育に関しても指摘されると、私はこれから皇后になる人です、皆さんにどうこう言われる筋合いはありませんとね言ったようですね。そしてまあ皆さん平面にとも言ったようですね。国民の象徴に、ね、なる人が権力があるような発言でね、私は皇后になる人ってことで、まあこの頃はねまだこの令和でないから、雅子様には無理で私が皇后っていう意味だったんでしょうね。まあ、当時はね、天皇ご一家で内定皇族には上皇ご夫妻と天皇ご一家と昭島家がね含まれてたわけですね。そしてまあ雅子様もね下に見てる感じだしね、美智子様にも強気だった時期があったんですね。雅子様の人格否定発言に関しては2004年で、まあ、このね人格否定発言があった時に、紀子様は記者会見で雅子様を気遣われてましたけども、私は皇室に適合したっていうね自負とか自信が垣間見えたわけですね。まあ、秋篠様はね皇位継承順位筆頭の皇嗣になったけども、皇嗣は歴史上の正式な皇嗣じゃなくて、天皇のね息子ではないものの皇太子と呼ばれたりとか、東宮やね皇太帝と称されてきたね地位だとかですね。まあ、暫定的な立場で正式にね次の天皇陛下が決まってないから、皇太子や皇太帝と呼ばれてないわけですね。まあ、皇太帝とね打診があったけども、その呼び方をね断ったと報じられてましたよね。まあ、ちなみにね、大正から昭和にかけても健康面で皇順皇后は不安視されたようですね。それでまあ義母の帝明皇后もお世継ぎとしての母親候補として、健康的で出産にもね懸念がなかった秩父宮の妻の節子様に期待したようですね。昔はね一般家庭と皇族との結婚はなくて美智子様からと言われてましたけども、このね節子様に関しても一般家庭から家族家の養女になって、そこからね皇室に入ったようですね。だからまあ美智子様よりも前に一般家庭から皇室に入った人がいたわけですね。持統天皇と日下部皇子の例を出して、日下部皇子を手塩にかけた持統天皇は、悠仁様の教育にね熱心な紀子様とやはりイメージがかぶるとこですね。まあ、この日下部皇子は天皇になれなかったんですけどね、ただイメージが被るってことは天皇になれないですかね。そしてね、帝明皇后に可愛がられた節子様も、美智子様の信頼が厚い紀子様と似たね個性も感じられるとこですね。まあ、このね可愛がられてるのかどうかもね微妙な表現ですけどね。ただまあ紀子様が必死に気に入られようとしてる感じはねしましたけどね。世論の方は日に日に愛子様を天皇へっていう声が大きくねなってますけども、愛子様は日赤に就職にあたって結婚観について語っていて、両陛下のように一緒にねいてお互いが笑顔になれるような関係が理想的ではないかと考えてますと述べられたわけですね。ただまあ両親をね支えたりと皇室にとどまる意向とも取れる発言もあってね、今国会では女性皇族が結婚後も皇室にとどまることを含めた安定的な皇位継承のあり方について話し合われてるわけですね。女性天皇反対派はね女系につながるからと言いますけども、皇玉天皇は即位前に天智天皇と天武天皇を産んでるようですね。まあ天皇になってからね産んだ例はないけども、即位前にね産んだ例はあるみたいですね。だからまあ2人はね男系天皇ですけども、同時にね生粋の女系天皇でもあるようですね。まあ、天皇ではなくてね父方が誰かが大事だとね言うんだったら、それはね皇位継承じゃないですからね。まあ皇位ってのはね天皇の位ですからね。
ちなみにね、毎日新聞が2021年11月から2022年1月にかけて実施した世論調査では、皇位継承について男子がいない場合のみ女子の継承を認めるべきだっていうのが 41% で、男女に関わらず天皇の代子の継承を優先すべきが 35% で、合わせてね7割以上が女性天皇を容認する結果が出たわけですね。ただね、その後に調査した共同通信の全国郵送世論調査ではね、9割以上の人が女性天皇を支持したわけですね。これはまさにね、愛子さまの即位を望む一般国民の声が高まってるからでしょうね。まあ、このね、世論調査の結果に紀子さまはどう思ってるのかですね。まあ、これがね、分かりやすくこの体調の変化に表れてるんでしょうけどね。まあ、紀子さまに関してはね、小室圭と眞子さんの結婚問題で金銭トラブルがあって、まあ、最初はね、賛成してましたけども、途中から反対に回って、眞子さんと仲が悪くなったわけですね。まあ、そしてね、眞子さんの味方については、佳子さまとも関係が悪化したわけですね。で、まあ、佳子さまのご隔離所での一人暮らしに関しても、まあ、これもやっぱりね、仲が悪いからだと言われてますよね。それでね、その間に、本来であれば、悠仁さまの進学に関しても、中学生から筑波大附属中学に行きたかったわけですね。まあ、その辺がね、失敗してから、高校から低傾向進学生と言ったわけですね。まだこの中学校からね、筑波大附属中学校だったらね、そこまで炎上もしなかったかもしれませんね。ただまあ高校にね、行くタイミングで低傾向進学制度を利用して行きましたけども、まあ、超進学校で明らかに作文が評価されていたわけですね。で、まあその作文がね、入学前に盗作作文っていうのが発覚して、改めてね、作文の内容もチェックされたら、まあ、そんなにね、評価できるような作文じゃなくて、ガイドブックとね、言われてましたからね。まあ、紀子様とね、一緒に行きましたけども、紀子様が全然ね、登場しませんでしたからね。まあ、そしてこの最近はね、吉田公職大学が入ってきて、紀子様指導から牧師様指導にね、なろうとしてますよね。まあ、これまでね、悠仁さまだけは、なんとかまあ東京大学へ行かせようということで、小学校から考えてきたとね、言われてましたけども、最近まで無関心だった牧師様がね、いきなり入り込んできて、大学は俺が決めようみたいな感じで動いてるようですからね。まあ、玉川大学のね、視察に関しては、明らかに紀子様が行けないような日にね、あえてまあぶつけてくるという感じで、いろいろとね、主導権争いがどうなるかですね。まあ、どう考えてもね、ストレスから来る体調不良かなって感じで、まあ、本格的にね、やばくなってきたのか、やはりね、これは紀子様にインフリキシマブが使われてるのか、信子様なのか、まあ、みんなね、皇族はストレスを抱えているようですからね。もしかすると、複数の皇族が使っている可能性もありますね。まあ、さらにね、ここに来て、国会で皇位継承の問題が扱われてますけども、世論調査では、女性天皇が9割になって、愛子天皇が連日ね、トレンドに上がっていて、それとは正反対にね、悠仁さまに関しては、ネガティブなニュースがどんどんね、出てきますよね。まあ、最近はね、どこの大学かって感じで、そういったニュースが多いですけどね。ただまあ、バドミントンに関してもね、怪しいですからね。まあ、この悠仁さま的にはね、まあ、どうなのかって感じで、なかなかね、まあ、自分のね、意見とかが言えなければ、どんどんまあ、無表情に、ね、なっていきそうですけども、まあ、それがね、変化があったのが、玉川大学で、まあ、あそこはね、一番まあ、表情が良かったんで、大学くらいはね、自分のレベルに合わせたところに行った方がいいですけどね。まあ、これがね、学校とかで友達がいたらね、そういった相談とかをして、真剣にアドバイスとかをしてくれるんでしょうけども、まあ、どう見てもね、友達がいなさそうだし、この辺が大学選びに関してはどうなるかですね。まあ、もうじきね、結果が出そうですけども、やはりね、悪いことをした人たちはみんなね、裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されていますか？動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったと思う方は、グッドクリックをお願いします。このチャンネルでは国会図書館からの独自情報を扱ったり、情報満載でやってるんで、よかったらチャンネル登録もお願いします。それとメンバーシップもやってるんで、そちらの方もお待ちしております。